39歳クリスティアーノ・ロナウドさん、相手ディフェンスをチンチンにしてしまう。ロナウドはあまり好きではないが、ここ数年の彼に対するプレイは全くもって不当だ。彼は伝説だ。ロナウドはこの年齢でも攻撃し、守備し、驚異的なランを見せている。本当に信じられません。いくら年取ってるといえどユーロという大会でエリア付近で走って抜けて飛んでホストしてシュートもするロナウドいたら怖いよな。なおロナウドは本日のブルーノへのアシストにより大会最多アシスト記録更新。これでロナウドは大会最多ゴール14、大会最多アシスト8保持者となった。どんどんサッカー史の記録を塗り替えててくさ。ロナウドのアシスト胸熱だったな。目頭が熱くなった。てか当たり前のように80分守り切って下がる41歳ペペとフル出場でアシスト決めて質の高いポストプレイやってた39歳ロナウドの両おじさんバケモンすぎだろ。ロナウドが39歳で誰よりもストイックにサッカーに向き合っているのを見ると人生のモチベーション保てる。今の試合でキーパーとの1対1で味方にパスしたシーンは本当に痺れた。素晴らしい功績はもちろんやねんけどロナウドの人としてのエピソードを見たり読んだりで尊敬の方が大きいかもしれん。あと身体作りのためのストイックさとかね。昔よりプレイの幅が広がる39歳。